次はですね、先ほどこちらでミホラントリオの中でギターを弾いてた頭ボーンとした大きな人、あの人実はですね、もう一つ楽器が素晴らしい楽曲方でして、実はタンバリンを弾くんですね。でタンバリンってみんなちょっと今首をかしげたかなと思うんですけど、こうやってこんなポストみたいにシャカシャカするんじゃなくて、本当はちょっとパーカッション、タンバリン使ったパーカッションなんで、それをね、せっかく手間ってるので一緒にやってみたいなと思いますので、田島さんどうぞ。